ここ10年で斜陽産業とも言われている日本の音楽シーン。そんな元気のない音楽業界に一石を投じるため、パワードバイ TV が立ち上がります。メンズグループを、結成しようというプロジェクトがありまして、あの大物アーティストがこの企画に参戦。ビッグプロジェクトが始動。今日は前回お渡しした課題曲を使って、自己紹介を、皆さんの、自己紹介をしてもらうようにちょっとパフォーマンスをしてもらいたいなと思っています。でその前に先生たちが来てますので、お呼びしたいと思います。はい、はい、おはようございます。おはようございます。このオーラをプンプンに放つ人たちは一体。エージェンシーの K-POP スクール統括プロデューサーのサニーさんです。はい、サニーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エージェンシーの、アーティスト代表超新星の、トンジェさんです。はい、トンジェです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕はもともとトンジェさんのファンで、すごい入ってきた時すごいめっちゃびっくりしたし嬉しかったんですけど、やっぱり活躍されただけあってオーラもすごくて。ダンスの先生ユアンさんです。ユアンです。お願いします。世界を席巻している K-POP の最前線で活躍する3名が今回のメンズプロジェクトを指揮していただけるみたいです。よろしく。マイキーマイキー、緊張しないで。はい、はい、じゃあ楽しく楽しく。ウリュウから。はい、はい、彼らの実力はプロの目からどう映るのか。まあ、一番初めてちょっとやったし、ちょっと緊張します。緊張します。たんですよね。目線にもちょっと感じました。初めて釣った時にも、ちょっと目線がちょっと下にちょっともういたり、まあ、それで、まあ、どんどん、まあ、緊張感がちょっとなくなったら、もっと上手になるとちょっと思うんで、まあ。그리고춤에대해서만한가지만말씀을드리면좀어깨가올라가있는동작이많아서그런부분만고치면훨씬더잘해보일것같습니다ダンスについてはただ一つ肩がちょっと上に上がってるような姿なのでそこだけちょっと気をつけてもらえばすぐ良くなると思います。もう一回やってみるのがいいと思ったらやってもいいです。やらせてください。はい、춤출때정면을보고춤을추셔야되는데지금계속땅을보고하셨거든요네그런데땅을보고하면저도춤을잘추기가힘들어요네요러시고네가이시마스くしくも同じ問題点を指摘されました。
このメンバーの中で一番身長が高い。あ、身長がどのぐらいですか。180センチです。あ、180、同じです。お、ありがとうございます。どういたしまして。키가 커서그동작을크게안해도그작게작게하지만눈빛이좀멋있어볼수있거든요その後も厳しくもリアルな指摘がどんどん飛んできます。どのような展開が待っているのかお楽しみに。お疲れ様です。どうでした。今日いや今日もうお三方パワフルで、あのちょっとまだ怖いなって若干怯えてるんで、でも、もう元々分かってたことなんで、あの本当に全部必死で全力で食らいついていこうと思ってます。どうやっていくのか。いけます、いけます。ファイティング。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今日は。覚えて、いや本当に、まあ、振り付けを初めてやったっていうのがあったんですけど、その振り付けをやっぱり、まあ、自分の中では結構今できる最大限のかっこいいのは作れたなと思ってたんですけど、まあ、アーティストとして一番やっちゃいけない、止まってしまう、あ、黙ってしまうっていうのをやってしまったので、まあその振り付けのクオリティよりもそういうところの方が僕の中では悔いが残っているので、今後はそういうことないようにしっかり自信持ってできるようにしたいと思います。緊張した。緊張しました。どこから行きます。いやもうそうですね、はい、まあ100も承知なんですけど、実力がまだないっていうのはまあ当たり前なんで、まあ切り替えて頑張っていきたいと思います。頑張ってください。ファイティング。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか今日。そうですね、振り付けは初めて自分でやって踊ってみて、やっぱり振り付けは難しいなと思いました。先生の一人一人の言葉がすごい重みがあって、すごいなるほどなって思うことがたくさんだったので、先生たちについていければ間違いないかなと思ってます。頑張りますか。はい、ついていけるように頑張ります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今日。初めて先生を3人と見て、オーラ、こんなオーラある人たちすごいなって圧倒されまくりました。なんかちょっと喋ってみて、はいはい、なんかオーラはめっちゃ分かりますけど、でもすごいユニークな、なんか安心しました。頑張ってついていきます。じゃあ頑張って。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたね。いや、すごい初めての経験だったので、振り付けを自分でやるのが自信最初はなかったんですけど、やっぱり自分の練習を信じてやり続けると結構自信にもつながるので、自信を持ってできたとは思います。はい、先生たちと、まあ、今日初めてちょっとお話もして、はい、印象どうですか。すごい、まず優しい方々で、すごく接しやすくコミュニケーションを取っていただき、とにかく体がすごく大きくて、やっぱり今までたくさん練習してたんだっていうのが、もうオーラとか体の大きさとか雰囲気ですごく感じ取れてたので、すごい圧倒されました。はい、すごい頑張ろうと思います。で、たくさんこんな機会は全然ないと思うので、今後もこんなありがたい機会に感謝しながら練習頑張って、将来はもっと大きくなれるように頑張ろうと思います。お疲れ様でした。
疲れ様です。ありがとうございました。